恋のぼりフェスタ線会場までの行き方。バスは JR 高槻駅北5番乗り場市営バス68系統または70系統行き乗車、制服寺下車東へ徒歩6分恋のぼりフェスタ線公式サイトより。このバス停を降りて道なりに直進。まだ直進反対車線に渡りました。在来亭と青木の交差点まで来たら右に曲がる。こんな感じ。右に曲がったら川まで歩く。鯉のぼりが見えてきた。芥川に着きました。右手が会場。4月24日に行ったけど曇りの鯉のぼりフェスタ線になりました。次の動画で鯉のぼりフェスタ線2023年を投稿予定です。曇り空なので少し残念な感じも否めないですが、圧巻の鯉のぼりフェスタ線でした。では、撮影してきたものを少しだけ公開してこの動画は終わりです。ちなみに警備員さんがたくさんおられたのですが、路中対策なのかなと思いました。バスは結構小虫揺れるのでそこは注意。曇りクオリティですが風は結構強く吹いてたのでそれはよし。初日ですがたくさんの方が見に来られてました。晴れが見たい方は去年の鯉のぼりフェスタ線を見て和んでください。こちらが晴れの鯉のぼりフェスタ線2022です。ああ晴れの日リベンジするかは未定です。それでは次の動画で曇り空の鯉のぼりフェスタ線をご期待ください。